奈良市、河野池陸上競技場は奈良県奈良市の奈良市大鳥の池運動公園内にある陸上競技場、休技場としても使用される。施設は奈良市が所有し2015年4月から長谷川体育施設、機体設計が指定管理者として運営管理を行っている。ロート製薬が命名権を取得しており2021年4月1日から ロートフィールド奈良の名称を用いている。2009年に全国高等学校総合体育大会に備えて座席回収やトラックの旧レーンやタータンの張り替えなどの整備が行われた。同年5月、奈良市民体育大会でコケラ落としが行われ、朝原信春が招待された。2013年、当時関西サッカーリーグ所属の奈良クラブは J3 リーグへの加盟に向けて、 東京議場をホームスタジアムとして申請したが、東京議場はピッチの縦サイズが J リーグ規定の105メートルに満たない100メートルしかないことなどから、スタジアム要件未充足となり、申請が認められなかった。奈良市は改修を検討し、2014年のシーズン末に改修された。奈良市は2016年3月から命名権を公募し、 同年9月27日に奈良電力が命名権を取得する契約を奈良市と締結した。同年10月1日からの2021年3月31日までの契約で奈良電フィールドの故障を使用している。2021年3月をもって奈良電力とのネーミングライツの契約が満了し、新たに命名権を募集し2021年2月25日に ロート製薬が命名権を取得することとなり、同年4月1日より、ロートフィールドならに変更となる。奈良市、河野池陸上競技場のパノラマ。サッカー、奈良クラブホーム河野池陸上競技場を改修へ。産経新聞。オリジナルの2013年10月24日、時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 3 1 0 2 4 1 5 0 2 1 0 h t t p s a n k i j p m s n c o m region, news, 131022,73兆1022億211万 3n,1htm2013 年10月22日閲覧。 大鳥の池運動公園ネーミングライツスポンサーの決定について、ならし、http://www.city.nara.lg.jp スラッシュ www スラッシュコンテンツスラッシュ1473062361659スラッシュインデックスドット HTML2018 年12月14日閲覧。ならしネーミングライツ、ならし。 https://www.st.nara.lg.jp/.soshiki/.11/.9089.html2021 年3月8日閲覧。ありがとうございます。